フォートナイトで静かなグライダーの中で強いグライダーランキングトップ4を紹介していきたいと思います。第4位コメットクラッシャー。これ乗り物系のグライダーの中だったら一番地味めで静かめなグライダーだと思います。第3位ザ・アンブレラ。なんやかんややっぱりこの初期グライダーがとにかくめちゃめちゃ静か。第2位ルートウィング。このグライダーは他のグライダーと違って少しだけすぐに開けるようなグライダーで、音も静かで地味めな色で木の枝と合っていてめちゃめちゃいい。そして気になる第1位が紙飛行機。やっぱりこのグライダーが一番静かでプロの方も愛用しているグライダーだと思います。みんなはどんなグライダーが好きですか？コメントで教えてください。